トのこんにちは、中村美香です。今日はもうものすごいことが起きる日なんですけれども、私のね、大好きなね、YouTuber の人がいて、ヒカルくんって言うんですけど、登録者数が400万人もいるんで、めちゃめちゃ有名な YouTuber の人なんですけど、YouTube の動画でグラビアアイドルの人を探してるっていう動画を見て、わーと思ってご連絡させていただいたら、なんと私もすごくよくしていただいてるちょっとグラちゃん、なんと私の大好きな熊田曜子さんとヒカルくんの YouTube のコラボが決定しました。めちゃめちゃ嬉しいです。しかもね、最初はこうご紹介してね、多分本当はそれで終わりだったんですけれども、陽子さんがねすごい気を使ってくださって、私もその撮影現場に行かせていただけることになり、 YouTube でね、陽子さんが着用してくださる洋服が、私がプロデュースしているマルク、そしてアクセサリーもねつけてくださるということで、もうめちゃくちゃ優しいんですよ、ブラちゃん。もう本当にね、優しい方でね、もともと私のね、ポップアップに来てくださったことがきっかけで、そこからすごく仲良くさせていただいていて、でもこうやってね、一緒にお仕事したりするのも初めてなので、すごい私もドキドキしています。で、私は撮影の現場に行かせていただいて、熊田曜子さんも YouTube のチャンネルをやられてるんですけれども、そちらのチャンネルの動画を撮るカメラマンとして行っていきたいと思います。もう熊田曜子さんのね、 YouTube のお手伝いをできるのもすごく嬉しいし、ヒカルくんに会えるのも楽しみにしています。私の YouTube の方でも載せていいですかって確認したところ、OK をいただきましたので、この後熊田曜子さんとのコラボと、あとはヒカルくんの YouTube の動画裏側のところを少し、ご紹介できたらなと思います。もしよかったら最後までご視聴よろしくお願いします。こんな感じでね、撮影の流れが決まったらいよいよ撮影スタートです。撮影は順調に進んでいきました。このね、カメラマンを撮る、カメラマンを撮る私。この撮影の様子はヒカルくんのチャンネルにアップされるので、ヒカルくんのチャンネルをぜひ見てみてください。
撮影の様子はこんな感じで、私たちも入れてカメラ6台で撮っていました。このねフルメンバーの後ろ姿はすごい貴重ですよね。撮ったデータをねその場でチェックしていました。そのね映像を見ながらみんなで投稿していました。こちらはヨッコさんのチャンネルで流れる2人の対談の様子になります。とっても濃い話の対談で、すごい私も勉強になりました。こちらの対談はヨッコさんの YouTube の方でアップされるので、ぜひヨッコさんの YouTube のチャンネルをご覧ください。この時にヨコさんが着てくださってるワンピースがマルクのものになります。夏におすすめなワンピースなので、ぜひサイトの方もチェックしてみてください。アクセサリーはすべてミラスタッチのものを着用してくださいました。お写真も撮らせていただいて本当にありがとうございます。はい、ヨコさんがこの感じでマルクの洋服を着てくれました。すごい、やっぱり着心地がいい、サラッとしてて暑い夏にぴったりです。このアイラインのね、このワンピースなんですけれども、結構ね、ここ今結んでるんですけど、ここ結ばなかったらもうちょっとゆったりしてたりとかして、ここでサイズ調節が可能です。結ばないパターン、これでも楽ちん、セレートがまた変わって、またこれでスニーカーを履いたりとかするとちょっとカジュアルダウンで着れたりとかして、結構これもね、マルクの中で人気なワンピースになっております。あと今日はちょっと下にインナーを着てるんですけど、背中がすごい可愛いデザイン、ここがね、ちょっとチラッとあんまり見せすぎない感じなので、大人の人でもあのヘルシーな肌見せができるような、そんなワンピースになっております。やっぱりこう色がね、すごい綺麗なブルーのカラーなので、こう顔もパッと明るくなるような、こう夏に入るワンピースだと思うので、ぜひおすすめなワンピースになります。ようこさんのチャンネルの方ではまたこちらのワンピースもご紹介していただきました。よかったらようこさんのチャンネルを見てください。はい、ということで撮影が無事終わりました。すごかったなんかいつも YouTube ほんと毎日見ていて、私で、今日はね、ヒカルくんだけじゃなくて、マエスさんも、ロケマサくんも、名人も、ソーマさんも、あとヘアメイクのささげさんも来ていて、もうフルメンバーで。すごかったですね。いつもね、こう見ている YouTube の裏側を見れたのですごい楽しかったです。絶対ね、ヒカルくんのファンの人もね、こう裏側って見たいかなと思うので、ちょっと私の方にも載せてみたのと、あとはね、熊田陽子さんのチャンネルの方でも今日の撮影の裏側が、アップされる予定なので、もしよかったらそちらも見てみてください。みんな本当に仲良くて、でいつもカメラ1台で撮ってるのかなと思ってたら、もう 2,3 台でこういろんな角度から撮られていて、あ、そうやって撮って編集してるんだとか、あとは YouTube もね、こうやったら伸びるよとかっていうお話もずっとしていて、そういうのも聞かせていただけて、すごいね、勉強になる一日でしたねすごい刺激をもらいました。ヒカルくんの YouTube と熊田陽子さんの YouTube は私の概要欄の方に貼っておきます。よかったらぜひ見てください。緊張しましたそれでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、あとはチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。